皆さんこんにちは、将棋部佐藤です。今回将棋日記第2回ということで、今回から桂馬くんを登場させてみました。この駒はですね、僕がもう将棋始めた時、物心つく前から使ってる駒で、その中でもこの桂馬が好きなんですね。将棋の駒っていうのはその1セットにたくさん入ってるわけなんですけども、桂馬だったら4枚あるんですね。4枚あって、その中でもこの桂馬が好きなんですね。丸っこい桂馬だったりとか、なんかちょっと弱々しい桂馬だったりとか、でもこれはちょっとかっこいい桂馬なんですね。僕の中ではかっこいい桂馬なんです。で、3歳の頃から使ってる駒ですと、もう文字としてあまり認識してないんですね。もう本当に顔みたいな感じで、かっこいい飛車、いまいちな飛車、かっこいい角、いまいちな角とかあるんですけども、その中でこの桂馬が僕は大好きです。で、将棋部のロゴにもですね、この桂馬の上に将棋部っていう風に書いて、使ってますし、それほどすごく愛着のあることなんですね。で、将棋日記の、2回目でなんでこんなこと言ってるのかと言いますと、今回本当は登場させるんだったら第1回からきっちりバーンって登場させた方が良かったかなと今になって思うんですけども、それは第1回があったから、第1回があって気づきがあったから第2回これ登場させようっていうふうに気づいたんですね。で、何事もそうだと思うんですけども、なんか始める前にいろいろ考えて、ああでもないこうでもない、でその中でなるべくいい案を考えようっていうのはもちろん大事なことなんですけども、それよりもですね、あんまり変に考えすぎるよりも、まず1回やってみて改善ポイントを探すっていう方が断然いいんですね。おそらくこれ第1回目からこれをやろうっていうふうに思うと、なかなか思いつかないし、思いついたとしてもどうやろうかなっていうふうに逆にこう緊張しちゃってできなくなるってこともあると思うんですね。とりあえず何でもいいからっていうところは失礼なんですけども、将棋日記を動画で始めようと思ったのが第1回で、第2回はちょっとそこから改善ポイントなんかあるかなと思って見直した時に、将棋部のロゴを登場させるっていうのは一つ案としてありかなと思って今回やってるわけですね。なんで第1回はもちろん僕の中ですごいいいことだったんですけども、第1回があったからこそ第2回僕の中でより良いものが作れるきっかけになったんですね。将棋とかでもそうだと思うんですけども、なんか戦法を試そうと思って頭の中でいろいろ考えて、ああでもないこうでもないやるのももちろん大切なプロセスではあるんですけども、それよりもね、まずは1回やってみて、やった中で改善点とか身につくこととかいろいろありますんで、まずは1回やってみる、そんなことをね、心がけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、第2回本当は話したい内容他にもあったんですけども、今回はそんな内容にしました。いかがでしたでしょうか。ぜひね、また将棋動画、将棋日記の動画でということで配信していきたいと思いますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。